よお前ら、俺様だ。今日も最後ボーボー待ってますね。2023年11月25日土曜日、ここは愛知県名古屋市守山区の山田電機家電スマイル館守山店です。はい、はい、園長の隠れ嫌がらせです。嫌がらせっていうのはね、冗談です。岩間さんの真似しただけです。はい、出発進行ダメでしたね。マグネット式なんですけど、できてきた。はい、気を取り直して出発進行、ナスの進行、ジバヤンの腹巻き、おしっころー。これね、iPhone のカメラで今撮ってるんですけど、あれですね、iPhone のカメラも低画質カメラも、ね、容量がいっぱいあって、これ iPhone のカメラはね、古い動画をアップロードして消してちょっと1個当ててる感じなんで、40分ぐらいの動画を消してね、容量を空けたんでね、多分40分弱しか撮れないと思うんだけど、あとで充電もね、今してないからそんなないからね、ほんとちょっとしか撮れないと思うんだけど、まあ、せっかく容量で少し空いたから撮れる分だけ撮ります。絶対東京までは持ちません、まあ、今から東京帰るんですけど、持ちません。目的地はまあ東京都内じゃなくて、大和市、神奈川県の大和市ですけどね、この車が大和市で借りてるんで、大和市東名の綾瀬インターチェンジで降ります。そこの森山のスマートインターから乗って、ちょっと時間帯によってはね、蒲郡か、どこだっけ、浜松あたりでちょっと一回降りて山岡屋に寄るかもしれない。まあ、交通状況次第ですね。でもとか一回山岡屋寄りたいなと思ってます。 PC カードは入ってるね。フォレストビラで宿泊してたんですけど、まあ、ちょっとね、フルフラットのやつがなくてリクライニングしかなかったんだけど、まあでもね、ちゃんと寝れたんでよかった。ショート動画ね、ゴミ収集車の動画出すとすごい伸びるね。この前な、北海道で撮った山岡の駐車場で撮ったさ、ゴミ収集車の動画、何気なく撮っただけなんだけど、なんか6万回再生超えましたね。前もね、神戸のどこだっけ、セブンイレブンの駐車場でたまたまいたゴミ収集車の動画撮ったらね、なんか6000回ぐらい行ったし、1000回、あ、もう1万回くらい行ったのかな。北海道の山岡で撮った時はね、6万回超えたから、ゴミ収集車ばっかり撮ってればすごいね。収集車ね、結構ね、マニアの人がね、動画見るらしいけど、俺さんは別にゴミ収集車マニアじゃないんで、ただね、あ、これにジバニアの腹巻き持ってったら燃やされるなと思って撮ってるだけだから、全然ゴミ収集車自体に興味があるわけじゃないし、適当に撮ってるだけなんだけど、まあ、なんかすごい伸びてるね。
もしっかりですね。大地震の促進。トラックの看板が千葉にあるようです。
グーの看板が千葉県八千代です。東京インターまで来る。お疲れ様。
パーキングエリアです。はい、それではさよなら。ボーボー。